西花圏一般公開にやってきました。雪だるま作ろうだ。さあまず最初は豪雨実験。豪雨実験場に向かうぞ。中心人物なんだね。なだれ中心に、なだれ頼みなんだね。ピンポン玉実験もやんの。ちょうどいいですよ。風もないし。さあ、豪雨実験とあれですかね。あれですか。耐震ですね。耐震なんですね。防災学園こんな広かったんだね。ナダレンジャーの秘密基地しか入らなかった、うん、豪雨実験と、でかでかいっすね。これぐらいがいいっすよ。あんまり増えすぎますとね。ジャム7000人とか言ってましたから。職員もマンツーマンでお付き合いいただけるっていう。いいっすね。これがね、豪雨実験棟らしいよ、これ。なんか向こうにほら、滑り台あんじゃん。あれピンポン玉やんのかな。書いてないか。こんにちは。今もう降ってるらしいよ。でかいんじゃないのだって。大型移動降雨装置。え？あっちに滑り台2つあるじゃん。こっちにもあるじゃん。こんにちは。あ、乗らないでください。危ないでしょ。
げえ、こんななってんだ。つむぎ大丈夫か、つむぎ。みっちゃん、ここでスタンプもらうと。お、スタンプラリーやんな。ヘルメットすんだね、これね。こんにちは。うわ、すげえ。うわ、すげえ。こんなでかかったんだ。ヘルメットを着用します。ヘルメットだけでいいの？
傘もあるじゃん。すげえ。終了。